半魔家の本家の本物の貴族の人間の上の生物と言ってる、半魔妖先生です。軍事防衛力っていうのはね、仕事の 99.9998 桁以上ね、仕事があって、そのほんの0.0000 ね、8桁以上のゼロで1個で飯食ったり農業とか生産とかものづくりですね、自分の生活する、これを私は地球と太陽が生まれる前からやってることなんですね。それで殺されてるんですけれども、宇宙戦争でね、生きるためにはね、99.999999999以上ね、軍事とか軍事力に費用をかけます。かけるというか使わないと生きていけません、宇宙ではね。攻められたり防御とかね、それ全部強力ですからね。宇宙の生物っていうのは強いですから。そんなに私はね、人間は強肉食生物と言ってますけども、私上の生物は超肉食生物なんですね。人間たちは道具、ただ普通道具使うね、で、肉を食べる生物なんですね。私の場合は腸なんですね。で、腸というのはその強肉食生物が動きが悪いね、時に処分したりすることができるわけですね。腸だとね、強よりか強いですから。それで、私の軍事力というのは90全部生産したり工場とか作ったりしますでしょ。食料とか自分の食料とかね、ね、あと生きるための家とかね、資源作ったりね、する中で仕事の 99.999999% 以上が軍人に全部火を使うんですね。全部火を使うんです、そんなに。で、自分で食うものなんて 0.00000001 しかないんですよ。それで食い物、いいものを食ったりするわけです。で、いいね、家に住んだりね、呼吸をするわけですね。これよく知ってください。これ以上じゃないと生きることはできません、宇宙ではね。これはね、知らないということをね、アメリカは半分でしょ、防衛の資金ね、半分でしょね。私の場合は上の生物は 99.999999% が全部軍事力なんですよ。わかります？生きるためにそんなに軍事力がいるんです、ね、これをよく知ってください。半魔家の本家の本物貴族の半魔妖先生でした。